それはヒーローになれなかった者の記憶だ。私はこの空間そのものだ。ここまでお前が自分の運命の意志に気づくように導いてきたものだ。ですが、あなたはあのぬいぐるみたちではありません。もちろん違うさ。どうしても指標的な何かが欲しいなら、お前に進む方向を与える運命の石踏みだと思ってくれ。私にあの人の記憶を知ってほしいのはなぜですか？お前はこう言ったはずだ。お前の人生観は自分の運命を背負えなくなった者たちの代わりに彼らのできなかった事柄を背負うことだろう。ここで言っておきますが、自分についてそうやって他人にまとめられるのは好きではありません。本当に私に教えたいことがある、直接姿を見せたらどうですか？それは少し無理があるな。何しろお前には私ですら稀有だと感じる何かがある。それらはこの力に抗い、お前に私のような導きを与えているのだ。まずはそれらがお前に教えようとしているものを理解したらどうだ。これは黒い運命の石踏みとは違う存在です。セーフだ、キアナ。あ、びっくりした。パパ、私バレてないよね？ああ、お前はよくできてる。誰も疑わないよ。よかった。それにしてもこの立体パズルって難しいね。何しに来たか忘れるところだったもん。そうしている方が自然で誰にもバレないからな。あ、この2007年最新版ネゲントロピー侵入ガイドには、偽装するときは普段の自分になりきるべきって書いてあるよ。そうさ、普段のキアナだって立体パズルを解けないだろ。ああ、さすがパパ。ん？待って、ガイドに書いてあったのはそういう意味だったのかな。細かいところが十分であるほど偽装はバレなくなる、そういうことなんだね。さあ、早くそのガイドをしまえ。それと
すぐにネゲントロピーの名前を口にするのもよせ。ふん、心配はいらないよ。私たちはまだ天命側の人間だってちゃんと知ってるもん。そう、ネゲントロピーは悪者、みんな悪いやつなの。本当に嫌だよね、ネゲントロピーの工作員が天命の極秘情報にあたる実験成果を盗みに来るなんて。今は冗談を言ってる場合じゃない。この車を専門機器で調べたが、念には念をだ。うん、じゃあ真剣に、真剣に行くよ。彼と幼い頃のキアナ・カスラナさん、どこかに侵入しようとしてるんでしょうか。待って、これはいつのことでしょうか。もう一度俺たちの行動計画のおさらいをしてもらおうか。まず私たちは数日泊まった家族の別荘を出て、車でカロスタン郊外にある開発センターに向かう。開発センターに着いた後、パパ専用の訓練室に行く。そこで誰かに話しかけられた場合、私はせっかくパパが帰ってきてくれたんだから、カスラナ家のガン方を教えてよっていうの。訓練室に着いたら、窓から隣の塔の誰も使ってない更衣室に行って、パパが化学防護服に着替えてメンテナンス作業員のふりをする。私はパパが運ぶ廃棄物の箱の中に隠れる。全ての準備ができたら、実験フロアの廃棄物置き場に潜入して、私は廃棄物の配管から中心区域に移動する。その間パパはステルス機を手に入れる。私は実験フロアの内側から窓を壊し、パパを迎える。最後はクローンのいる実験室を見つけて、彼女をあの悪い人たちから取り戻すの。邪魔が入ったら武力で強行突破する。ああ、基本的な流れに問題はない。だが覚えておいてくれ、話しかけてくる人が多いほど俺たちは冷静でいないといけない。分かってるよ。ほら、このネゲントロピーの工作員ガイドに、潜入任務においてはポーカーフェイスが一番大事だって書いてあるでしょ。さあ、私は何のカードを持ってるでしょう。お前な、そういうところは妙に母親に似てるんだな。さて、そろそろ時間だ。行こうか。今後はもうこの家に帰ることはないはずだ。今の記憶、彼らが車でどこかに潜入する前のことでしょうか。それに記憶の中でネゲントロピーのガイドの話が何度もありましたし、もっと大事なのはあの女の子クローンの話をしてました。彼女を悪い人たちから奪うと。つまりこの二つの記憶はやっ
いいぞ。別の力の協力を得ている状況でそれに気づくとは。姿を見せない相手と話をするのは好きではありません。話があるなら直接話したらどうですか。あなたは一体私から何を見て、もしくは何を手に入れたいのですか。もうすぐ会えるさ。言ったはずだ。私はこの空間自体の意識、つまりお前に試練を与える採血者だ。今の私の人格はお前がついさっき会ったばかりのとある人物が残した人格のかけら、ジークフリーとカスラナだ。あなたは彼と全然似てませんが。そうかもしれない。何しろ私はお前たち人類のように完全な感情を持たない。だが記憶の条件がほとんど揃ったんだ。そろそろお前に私と直接会う機会を与えてやろう。記憶から浮上するがいい。バルキリー、お前にある二つの力はそれを期待している。もうすぐ終点に着くのでしょうか。ビアンカ、まだ眠ってないの？キラ先輩だって同じでしょ？列車のベッドに横になってもすぐに眠れるわけではありません。リタはすやすやと眠ってますけどね。それなら眠る前にお姉さんのお話を聞いてみない？ありきたりな話じゃなくて、ある家族に限った物語なんだけど。ある家族ですか？知ってるかもしれないけど、セシリア様には子供がいるの。そうね、年はあなたと同じ13歳くらいの子かしら。うん、店名でそういった相手に会ったことはありませんが、彼女はどうしたんですか？彼女は生まれた時から期待を寄せられていた。大きくなったら天命史上最強のバルキリーになるかもしれないってオットー司教もそう言ってたわ。それもそうね、彼女の父親はあのカスラナ一族、母親はシャニアデ一族の中で最も純粋な清潔を持つ方だもの。その子が新たな律者キラー、崩壊を終結させるもう一つの鍵になる。人々はそう期待したわ。ですが現状から考えてそうではないようです。少なくとも彼女について耳にしたことはありませんから。そうね、多分二つの血が合わさって抑制効果が出たのかしら。生まれたその子に特別なところは何もなかった。司教様は少しがっかりしてたけど、セシリア様は喜んでたわ。え？どうしてですか？その子が他の人と同じように普通の子供時代を過ごせるからよ。セシリア様はシャニアテの血筋の結晶として、当然子供には自分と同じ運命をたどってほしくないと思ってたはず。だけどその子が大きくなって自分の意志で
両親のような戦士になりたいと思うようになったら、きっとセシリア様もあのジークフリートもその子を止めないと思うわ。それは自由の意志による結果、そうでしょうか。ええ、一人の人間が熟考の末に決めたこと、それが結果的に宿命に迎合したとしても、外力によって支配された人生なんかじゃないはずよ。例えば私の故郷ではこういう言い方があるの。人の運命は生まれた瞬間にすでに決められていると。人生の意味は自分の意志で隠れた運命を探すこと、そしてその中で自分の人格を昇華させること。さらに言えば、もしその世代の人々が自分の意志で同じ道を選んだなら、その道は神聖を帯びると思われる。天命の御三家のようにですね。いい方向に捉えれば確かにそうね。セシリア様はそういう宿命を恐れていなかった。彼女にとってもっと大事なのは、それぞれが自分で考えたことかどうかなの。両親、目上の人、上司、もしくは他人、彼らには他の誰かの人生の意味を代わりに決める権利はない。どうしてもそうしなければならなかったとしても、双方を不幸にするだけなの。だから自分の子供には本当に歩きたい道を見つけるまで十分な時間を与えたいと、彼女はそう願っていたのですね。ええ、それに小さい頃から同じ夢を持ち続けていたとしても、そういう時間は必要なのよ。決心したことを十分に感じるためなんですね。分かってます。ビアンカって本当に早熟な子ね。史上最年少の A 級バルキリーの記録保持者ですから。それに昼間にキラ先輩が言ったように、様々な職業にはそれぞれのこだわりや人より優れたところがあります。真剣な態度をベースにしても、長い時間をかける集中力がなかったら誰も本当の意味で成功しない、そういうことでしょ。結論も先に言われるなんてね。それはそうと、少し話を戻すけど、キアナ・カスラナという名前を本当に聞いたことがないの？ありません。気になるならリタに聞いてみてはどうですか。彼女は私より噂や表に出ていないことに触れる機会が多いですから。わかったわ。うん、少し心配なだけなの。何せセシリア様は第二次崩壊の戦場で亡くなった。あのジークフリートだって、あなたたちの話によると行方不明なんでしょ。そう考えると確かにその子は少しかわいそうですね。ですが神は乗り越えられる試練しか与えません。孤児院で暮らしたことがありますが、私たちのような子供は家族を失う苦しみに押しつぶされたりしません。私たちはより苦しみに耐え、より根性を持ち、より強くなろうとするだけ。家族の分も生きていくためです。それは私たちのこだわりであって誇りでもあります。捨てる神あれば拾う神あり、私たちはそう信じてますから。そのキアナという子がどんな夢を持ってるかは知りませんが、きっと私が史上最強のバルキリーになりたいと考えてるように、バカバカしいと思われても
絶対に成し遂げたい何かが彼女にもあるはずです。そう信じています。失敗したとしても船長の言葉を借りれば、自分を証明しようと必死にした努力はいつか人生の宝物になるはずですから。それは私のアイドル人生のことを言ってるのかしら。え、違います。そんなつもりで言ってるわけじゃありません。まあまあ冗談だから本気にしないで。わかりました。私はいつも世間話をしている時でも真面目すぎるみたいです。本音を言うと、いつも余裕があるように振る舞うキラ先輩やリタが羨ましいとたまに思ってしまいます。ですがすぐにこう思うのです。それは違う。彼女たちのようになるために私はどれだけ無意味な行為に時間を費やすのだろうって。本当にあなたらしい発想ね、ビアンカ。なんだか笑われてる気がします。気のせいでしょうか。気のせいよ。あらゆる面から言ってあなたはすごいわ。普通あなたと同じ年の子はバルキリーの訓練すら受けたことがないでしょ。あなたはその年で大人の世界に入ってしまったとも言える。そんな状況ではっきりした目標を持つのも大事なことよ。それができてさらに負けず嫌いな性格も加えれば、きっとあなたは未来でも自分の可能性を十分に発揮できると思うわ。史上最強、あなたにとっては本当に実現できることなのよね。昔のセシリア様のように。あのアイドルはお前をセシリアという人間と比べるのが好きなようだ。しかし彼女は本物の最強の見本にはなれない。ついに私の記憶に直接侵入するようになったんですね。他人に干渉する感覚を楽しんでるんですか。楽しむ、私にそういう概念はない。お前の司教なら楽しんでたかどうかを説明できるかもしれないがな。オットー司教のことをどれほど知ってるんですか。お前の記憶が私に教えてくれたんだ。それ以外はこれだけ教えてやろう。お前は彼の力によって故意に私のところに送られたんだ。ですがあなたは彼の仲間のようには見えません。当然だ。彼はただ自分の計画がうまくいくように私という不安定な要素を取り除こうとしただけだ。お前をここに送った時から彼はその目的を果たしている。私も世界の外にいる傍観者に過ぎないが、彼は世界の青ずすらめちゃくちゃにするピエロだ。この世界に青ずが存在すると思ってるんですか。ほう、お前は言葉の隙間から真相を捕まえるのが得意なようだ。いいだろう、別に明かせない秘密でもないからな。だがその話に関しては
別に一つ前の記憶の隙間にとどまる必要はない。ここは最初の場所。さて、面と向かって残された問題の話をしようか。あなたの姿は予想外でした。それはお前が気にするところではない。私は影だ。他人の人格に憑依しない限りお前と交流すらできない存在だ。私はこの空間の意志、聖魂のある種の延長。それ以上の説明はお前にとっては難しい言葉の組み合わせに過ぎない。お前たちにとって聖魂自体も5万年前から来た遺伝子に刻み込まれた運命に過ぎない。お前たちは自分の意思を自由だと思ってるが、それはあくまで認識による偽りの姿。宿命の衝動がもたらす必然的な結果に過ぎないんだ。姿を見せてくれた以上、ここであなたを倒すことができます。あなたは試練を与えるものなんでしょう。ストレートだな。だがその通りだ。私の試練を超えたなら本物の自由が、あのオットーに勝てる力が手に入る。ただ通常の意味での攻撃は私に効かないはずだ。あなたが決めたルールの下で倒さなければいけないという意味ですか？そう考えても構わない。この空間を作り、ルールを作ったものは私ではないがな。私がしたことはただ彼の子孫を、あの特殊な聖魂の継承者を導くための行為に過ぎない。特殊な聖魂の継承者、ジークフリートさんのような人ですか？それとも私も含まれるんですか？ジークフリート、哀れな男だ。私でも彼を思い出すと悲哀を感じてしまう。彼は覚醒の機会を失ったのにもかかわらず、何度も私に挑んできた。私は彼に忠告した。それを続けてもより深くはまっていき、より多くの人格のかけらを落としてしまうだけだと。だがあの男は聞かなかった。彼の祖先と同じように頑固だ。祖先？他に誰がいるというんだ。彼の祖先、ケビン・カスラナだ。彼の血筋は今日に至るまである特殊な聖魂を伝承し、この空間を、今の私を作った。お前は彼と戦ったんだろう。彼がどういう存在かは知ってるはずだ。あなたはそんな記憶も見れるんですか？当然だ。
お前がここまで見てきた黒い記憶の石踏みを覚えてるか。それらはこの空間の揺らぎによってお前の周りに現れた過去、記憶の海から私が起こした波だ。それは同時にこの空間で探索を続けるほど私に近づき束縛されることを意味する。その最も本質的な原因がわからないなら、最後の真相を教える前にお前とすれ違った記憶を思い出させてやろう。お前にとっては多少不公平になるが、私から自由を手にするなら向き合わなければならないことだ。準備はいいか？やあラグナ、いいところに来てくれた。司教様、これは？君が助けた子だ。ひどい怪我を負ってね、特殊な治療法を使わないといけなかった。それって彼女は助かったということでしょうか？彼女は強運の持ち主だ。そうだろう？数千メートルの航空で飛行隊のかけらを頭部にぶつけられ、自由落下という形で雪山の奥に落ち、それを経験してなおバイタルサインがある状態で君に発見された。なんて強い生命力の持ち主だ。彼女を覆うこれらの玉鋼は彼女自身の細胞の修復能力を刺激するためのものに過ぎない。その期間を変える必要すらないんだ。つまり彼女は彼女のままで髪一本すら影響を受けないということでしょうか？その言い方は少し大げさだが、大体は合ってるよ。玉鋼の体を作らなくても、彼女はきっと天命最強のバルキリーになれる。災いを転じて福となすというやつだ。そうだろう？じゃあ、ジークフリート様やテレサ様に関しては？彼らのことは僕が何とかする。僕の家について心配する必要はない。わかりました。だが先に言っておく、彼女にはもうキアナ・カスラナであってほしくないんだ。彼女には大人の争いから逃げ、本当の道を探し、天命史上最強の戦士になる権利がある。再び目を覚ました時、彼女は新たな名前、新たなスタートを手にする。彼女の妨げとなる個人的な怨念から徹底的に離れ、よりよく、そして天命にとって、人類の未来にとって、より有益な人物になれるはずだ。理解してくれるだろう、ラグナ・ロッドブロック。もし彼女がいつかそれに気づいて騙されたと思うようになったらどうするおつもりですか？それも君が心配しなくていいことだよラグナ。何かをごまかしてるとは思われたくないから、こう言おう。その時が来たら、この子には個人的な恩怨よりもずっと重要な目標を与える。彼女がその目標を達成した暁には僕に対する復讐も達成したことになる。誰もが喜ぶハッピーエンドだ。素敵だと思わないかい？あなたが見せたのはラグナ先生の記憶でしょうか？いや、彼女の記憶じゃないよ。キアナさん？
これもあなたが変化した姿なのですね。一瞬だけなら何の問題もないさ。それにこうしてあなたの記憶に馴染みのある人物になった方がより長く姿を維持できます。これがラグナ先生の記憶じゃないならオットー司教の記憶だったんですね。残念ながらそれも違います。私の言葉を覚えていますか？これらの記憶はあなたたちが私に束縛されている証です。角度を変えて話すと、私が守るこの領域は同じ人たちの記憶しか表現できません。その人たちにとって原始の成功は血筋によって継承されるもの。彼らが歴史の根源に呪われる原因でもあります。ここにあるのは意識的、あるいは無意識的、能動的、あるいは受動的な記憶。それらはその特殊な血を持っているからこそ私に集められ、このカスラナという名の聖魂空間に加わりました。それって今の記憶は3人目の当事者のもの、それしかありえないということでしょうか？その通りです。記憶の中でオットー様の玉鋼に包まれ、ある治療を受けた子です。思い出してみてください。今までここで目にした全てを。レイ博士の子供にカレンとその父親テレサ、ジークフリート、それと先ほどの子供、彼らの体には同じ血が流れていて、同じ聖魂が眠っています。そして虚数空間にいる私は、この聖魂空間とあなたとある関わりがあり、そのせいで私の記憶は彼らのものと混ざり合い、元の世界に戻れなくなりました。それすらもオットー司教の計画なのでしょうか？筋の通った判断ですね。あなたがここに来るまでその記憶はここに属していませんでしたが、この空間と絡み合うこと自体ただの偶然ではありません。今言ったように先ほどのような記憶を体験してもらうのはあなたにとって少し不公平ですが、それらの存在の基礎は私の一部、そしてカスラナの聖魂にありますから。ただ何らかの原因によりその記憶はあなたの中に隠れていて、この空間に沈むことはありませんでした。理解しやすいように角度を変えましょう。あなたの中に純粋なカスラナの血が流れているだけでなく、私たちが見たあの記憶はあなた本人の感覚器官によるものでした。あなたがあの記憶の中の3人目の当事者です。あの記憶の中であなたはオットー・アポカリプスにこう呼ばれていました。キアナ・カスラナ。Thank you.
いいでしょう。あなたの話が事実という前提で考えましょう。それはあなたと私にとって何の意味がありますか？あなたとは何の関係があるんですか？それを暴いたところで誰にメリットがあるんです？その意味はとても単純ですよ。あなたがここに来たということは、カスラダの聖痕を完全解放し、その力で私に勝たないといけません。でないと、私でもあなたをここから出すことはできませんから。なら、私の実験に付き合ってもらいましょう。実験？その聖痕の力とやらを使わず、あなたを倒せるかどうかという実験です。いいでしょう。一応忠告しておきますが、あなたが考えていることをジークフリーとカスラナはすでに何度も試しています。まだ一度目ですので、手加減いたしましょう。あなたもあまり必死になりすぎないようにしてくださいね。ここまでにしよう。これ以上続けたら、あの恐ろしい防御機能が発動して、お前は彼の力によって記憶の奥に埋められてしまう。彼、ケビンのことですか？当然だ。彼が世界を背負い始めたその日から、お前たちもカスラナという名の運命を強制的に受け入れることになった。そして私が生まれ、聖痕の管理者として、あの者が残したルールをもとに、救世をお前たちの栄養、そして呪いにした。とにかく聖痕を完全解放してこそ、お前たちは彼の影に迷うことなく、本当の意味で彼に近づける。しかし、お前は少し違うようだ。確かに、ジークフリートにはより良い選択肢がなかったけれど、あなたは彼とは少し違うかもしれないわ。あなたにはカスラナの力の他に全く違う何かがあります。それって他の聖痕、それとも聖痕以外の力でしょうか？ああ、そのもう一つの力のせいで僕には迷いがあった。君にもっと興味を持ってしまったのだ。そう、この記憶のように。目覚めたみたいよ。静かにしてくれ。この子はうるさいって思ったら暴れるからな。いいのよ、あなた。ほら、笑ってるじゃない。キアナは私のことが大好き。そうよね。いいだろう。お前の方がすごい。だけど、
なんで俺が声を上げたらこの子はすぐに。あんたがいつもそんな感じだからでしょ。お父さんなんだからもっと優しくなりなさい。そうよね、キアナ。ふん。まあまあ、チークフリート、拗ねないで。女の子は大きくなったらお父さんのことが大好きになるわよ。別に拗ねてるわけじゃないんだ、セシリア。この調子じゃパパって呼んでくれるだけでありがたいよ。完全に拗ねてるじゃない。キアナ、お父さんはどうしたらいいと思う？一緒に殴るのはどうかしら。は？降参、降参だ。ほら、あなただってちゃんと好かれてるでしょ。これは好かれてると言えるのか？俺を殴ることだけ好きなんだろう？それでいいじゃない。カスラナのような無鉄砲な奴らにならずに済むわね。おい、お前だってカスラナの一部だろ。それに俺は普通のカスラナとはかなり違う。テレサちゃん、その点においては確かにジークフリートの方が強いわね。以前の私たちには自分の人生を選ぶ権利がなかった。ジークフリートだけが自分のやり方でこの世界で生きる意味を確かめようとした。この子に自分の道を繰り返してもらうつもりはないけど、その点だけは父親と同じようになってほしいと思ってるわ。セシリア。母親になってからこの子が自分に似てることに誇りを感じるけど、自分に似てるから悲しむこともあった。この子の才能と伝承を誇りに思う。けれど、その才能と伝承がもたらすであろう苦難と痛みを悲しく思ってるわ。特別なところがないと司教様に思われたことに私は喜んでたけど、この子が大きくなって本気で私たちと同じ道を歩きたいと思うようになったら、多分私はこの子を止めないでしょうね。だって結局人生というのはその人のものでしかない。この子が楽しく生き、自分のために新たな未来を作り出せるなら、たとえ親でも子供が熟考した選択に干渉する権利はないわ。俺はセシリアほど口がうまいわけじゃないが、いつも殴られているが、この子から俺たちに対する心からの信頼と思いを感じられる。俺はそういう純真な感情を裏切りたくない。何があってもこの子がより良い人間になるための手助けがしたい。それが親の意味だと思ってる。ジークフリート、まさか脳筋のあんたからそんな深い話が聞けるとは思わなかったわ。おい、お前こそチビのくせに俺を何だと思ってたんだ？あんた、誰がチビだって？Thank you.
最も興味がない類の記憶だった。原始の聖痕を背負うかすらな一族、お前たちは生まれた時からそれに束縛されている。選択というものは本能に刻まれた衝動による錯覚に過ぎない。旧姓は君たちに喜びや幸福をもたらすのかい？人々の盾となり、君たちは何を手にする？君たちは所詮彼という大きな影の下で生きているに過ぎない。命の栄養を世界に、呪いの苦しみを自分に。彼が世界を背負い始めたその日から、私は繰り返されるあなたたちの運命を見続けました。あなたたちは過去の彼にそっくりです。彼が世界のために捨てた人生にそっくりです。まるであの退屈なシエシュポスのように。それでもあなたは私と一緒にこの記憶を体験しました。あなたに強い母親がいるからよ。彼女は最強の戦士とは言えないけど、ずっとあなたを守ってた、見守ってたのよ。あなたから離れたことは一度もない。彼女はあなたの体に流れる血の中にいるの。血。おっと、医師が君に話したことを覚えてるかい？君の崩壊エネルギー耐性は触れる崩壊エネルギーの量によって増加すると。それは誰もが夢見る力、聖痕計画の原点の一つ、聖血の本当の使い道。虚数と実数の限界を乗り越え、生身の体で崩壊を制御し、真理を抱擁する。それは律者とは違う道。なぜなら律者はとうに虚数の烙印を押されていますから。それは長編因子にもできません。なぜならあれは単に人間的ではない異変というだけですから。普通のカスラナやシャニアテにはなおさら無理でしょう。彼らの肉体はそもそも世界の源と調和できませんから。それはお前だけがやれること、お前だけが成功できることだ。私がお前に興味を持つ根本的な理由でもある。お前の人生、お前の価値は、人に虚しさや嫌気を感じさせるような世界を救うことに何の役にも立たない。カスラナの悲劇よりずっと勝っている。それは確かにすごそうですが、
何か勘違いしてませんか。あなたが目にした記憶があまりにも多かったせいで、かえって肝心なことを忘れてしまったようですね。あなたから見て、ジークフリートさんのように祖先の運命を何度も何度も繰り返したにもかかわらず、要領を得られなかった人がたくさんいたかもしれませんが、それは彼らの人生の結果に過ぎません。結果に絶対的な意義はありません。世界を救うことにこそ絶対的な意義がある。確かにそうなります。ですが、そういう絶対的な意義は世界を救うことにのみあるわけではありません。それができなかった人生は、虚しさや嫌気を感じさせるような物語だったんでしょうか。あなたは成婚の意思、彼ら全員の人生を見ることができるからこそ覚えるべきなんです。あなたが目にした記憶は全て実際に生きていた人類の記憶であること、それらは全てプレッシャー、苦しみ、絶望の中でも選択をして重い荷物を背負いながら前に進もうとする人類のものです。この世界に生まれた人、その価値はあなたが見てきたほど簡単なものではありません。遺憾を抱いたジークフリートさんも、公主刑に処されたカレンも、彼らの人生には何の光もなく無価値だったというのですか。成功失敗にかかわらず、彼らの人生は尊重されるべきだと私を説得しようとしているのか。ですが、私は成婚の意思、5万年前からそう働いてきた規則です。僕の考えを少しでも変えようとするなら、まずすべきことは自分に勝つことです。ジークフリート・カスラナは自身の無鉄砲さに負けました。カレン・カスラナは自身の心の弱さに負けました。彼らは自身の祖先のスタートラインにすら触れることができませんでした。自分に勝ち、過去に別れを告げるのです。かすり傷です。もしかしたら彼らは確かにあるタイミングで自分自身に負けたかもしれません。ですが、それは彼らが弱いからではなく、彼らが歴史の先を歩いていたからです。彼らは後世に道しるべと自身の伝説を残しました。やった。彼らは沈黙する巨人です。私たちのために未来を見渡す肩を作ってくれました。は5年前、あるタイミングで私は仲間にこう話しました。私の好きな人のために、その人たちが好きなもっとたくさんの人のために、全ての人が人と称する人のために。彼らは私に感動を与えてくれました。その代わりに私は自分の全てを捧げて彼らを守ります。人が人である印に比べて、一時的な成功や失敗は英雄としての証にならないでしょう。一時的な成功や失敗は彼らが自分自身に勝てない証拠にならないでしょう。あなたは彼らを誰も否定できません。この一撃は星を貫通します。
半年ぶりくらいだろうか。また会ったね。あなたは彼ではありません。その通りだ。僕は彼の一つの影、この特殊な成功を見張るためここに留まった歌方に過ぎない。君が今まで会ってきた外側の人格を捨てた後に残った最も基礎となる部分だ。これから僕が何をするか君は知っている。君が何をするか僕も知っている。この状態を維持できる時間はそう長くない。これは多分僕たちが唯一交流できる機会だ。質問があるなら何でも聞くといい。さっきのあの意思より今の彼は随分と素直ですね。とにかくこれは肝心な情報を手にする絶好のチャンスかもしれません。今まであなたはカスラナの成婚は他の成婚とは全く違う存在だと私にそう教えようとしました。その通りだ。カスラナの成婚には代々受け継がれる遺伝子だけではなく崩壊獣に属した一連の細胞内器官も含まれている。多くの植物が葉緑体を通して光合成を行うようにカスラナ特有の細胞内器官によりその成根は世代交代するときに急速に撃退することはなく今のように子孫一人一人に真の力を覚醒させる機会を与える。その言い方だとまさかカスラナ一族は全員生物学的に普通の人類ではないんですか？それはどういう角度で考えるか次第だろう。特殊な遺伝子と細胞内器官の影響で君たちの生理学的メカニズムは普通の人間とかなり違うが、普通の生物のミトコンドリアや葉緑体もその起源は細胞内に偶然定着した細菌にある。カスラナの血筋はそれらのものと大して変わらない。特別なこだわりがなければ自分が突如ジョーコの異物になったなどと考えなくてもいい。オットー司教は意識的に私をこの空間に放り込んだとあなたはそう言いましたね。その時別の話になりましたが、あなたがこの状況をどう理解しているのかやっぱり気になります。彼は君のナビゲーターゲニウスに再考した。本来なら君は僕に会うために直接ここに来るはずだった。他の干渉によりそのナビゲーターは元の精度を失った。それってあなたが何度も口にした清潔の力ですか？いや、清潔は僕と君が会うのを阻止したが、それは空間位置の精度とは何の関係もない。つまり君のナビゲーターにはもともと様々な機能が入っていて、そのせいでオットーはそれに対して完全に正確な調節を行えなくなったのだろう。一例を挙げれば、君は異なる方法で動作する新型と旧型、二つのゲニウスを持っているはずだ。なるほど。リタ、やっぱり私のために本物のお守りを用意してくれていたんですね。つまり、オットー司教の力、趣味消しの力、ゲニウスの力、その三つの力、それからあなたと清潔の力関係によりこの空間での不思議な巡り合わせが実現した。簡単に言うと
そういうことだ。だから君の質問に戻るが、僕が思うに、あの主教は君にカスラナの力を完全に継承してほしかったのだろう。彼は虚数の木を通してカスラナに関するある情報を探そうとしているようだ。彼は自分の道と僕に不必要な関わりを持ってほしくないのだろう。ですが、私がカスラナの力を完全に継承したとしても、彼の言う計画をより強い意志で阻止するだけだと思いますが。それが彼の目的だとしたら。今何て言いました？これは君の記憶をもとにした無責任な推測になるが、例えば世界を壊そうとする計画を止めようとする君たちの行動は、彼にとって別の意味をもたらすのかもしれない。彼はそれを狙ってこのタイミングで固有世界を折りたたみ、再構築を行おうとしている。そんな風に困惑した顔で僕を見つめても意味はない。一証拠は本物の彼が現状に対して見て見ぬふりをしているところだけだが。この空間、最初は虚数空間の中の何らかの残滓だと思っていましたが、独自の構造と根源がある精魂空間だとあなたはそう言いました。同じことだが視点の違いに過ぎない。精魂と精魂空間はもともと目標に到達しない失敗作の一つだった。彼女は精魂を通して人類の意志を虚数空間に直接つなげようとしたが、結果はうまくいかなかった。だから彼らは仕方なく失敗作を代価にして、精魂計画を、人類と文明の未来を手に入れる計画を作るしかなかった。その結果、君のような人だけが時代を乗り越えて残酷で活気にあふれる明日を見届けることができる。確かに私たちは崩壊による滅亡を受け入れられませんが、そういう過激な計画を受け入れることもできません。理解はできる。だがそれは僕の認識を超えたことだ。僕は精魂の意志でしかない。崩壊に勝つという挑戦に反対はしない。だが本当の彼にとって、彼の同情心は君たちと同じ時間次元にない。君たちはそれを意識するべきだ。あ、同じ時間次元にない。詳しい状況は教えられない。あなたは他人の姿に切り替えられるのに、どうしてジークフリーとカスラナさんを演じるときはいつもあのぬいぐるみの姿なんですか？一つの理由は、記憶の中の外形を借りるより人格のかけらを直接利用した方が僕にとって便利だからだ。もう一つの理由は、あの男に対する君の鮮明な記憶が足りないからではないだろうか。急ぐことはない。君にはまだそれを変えるチャンスがある。何しろ遠い昔にいたあの人の他に、君は一人目の精魂のマイナスの影響を完全に受けない人類なのかもしれない。遠い昔にいたあの人とは？
君が彼女を知っているはずがない。それに性婚の影響を受けない原因はそれぞれ全く違うはずだ。シャニアテの清潔、確かにそれはこの時代にとって誇りに思える突然変異なのだろう。その血筋を再び復活させたあのオットー主教は、少なくとも君にとっては本物の彼のように間接的に才能と力を与えた存在だ。確かに彼らはとても複雑な人でした。状況が許してくれれば彼らを敵に回したくありません。しかし運命でも個人の意思でもそれはもう許されないようです。どうやら君はすでに彼らを敵だと思っているが、ただ憎しみを抱いているだけではないようだ。それがいいだろう。君たちにふさわしい姿勢だ。昔カスラナにはある一族の医師があって、窮地に陥った時に彼らを助けると聞きました。その医師とはあなたのことですか？それはどう理解するか次第だ。僕の責務は聖魂の中に隠された力が覚醒するように彼らを助けること。他のことは聖魂自体に付属しているもの、あるいは君が話したように彼ら自身が諦めようとしないだけだ。それに本当に何かがあった時、本物の彼は僕の代わりに責務を果たす。だがそれは彼が漁師の海に封印され、世界の外側で何もすることがなかった頃の逸話だ。今の彼は再び自由になっている。彼がこちら側のことに興味を持つとは思えない。それって彼が自分の子孫のことを見捨てたという意味ですか？それも君がどう理解するか次第だ。あの男にとっては自分が重すぎる罪と責任を背負っているから、自ら子孫から離れることを選択しただけに過ぎない。成婚計画？それだけではないかもしれない。しかし詳細は僕でも知ることができない。何しろ他に質問したいことはありません。いいだろう。ではこれから君の体内で眠っているカスラナの力を呼び覚ます。あの力は普通の人間の限界をはるかに超えている。それに打ち勝ち、なおかつそれを制御するなら十二分に気合を入れる必要がある。
大丈夫よ、愛しい我が子。それはあなたの罪じゃないし、あなた一人が背負う責任でもないの。こういう時、少しは母親の力を頼りなさい。準備はいいですか、クリシュナ。私は成功したようです、採血者。いや、罪と栄光を乗り越えた者よ、君には最後の一歩がある。この血筋に隠された醜さを倒し、君に唯一無二、自身だけの新たな伝承があることを証明するがいい。お前は本当の試練を乗り越えたんだな。旧姓の宿命を乗り越え、人類の姿のままで天元に上り詰めた。自分だけの力で成し遂げたわけではありません。ああ、分かってる。だがお前個人の努力も否定できないだろ。命というのは伝承しながら革新していくもの、前へと進む道で永遠に止まらない存在なんだ。だから巨人たちの肩に立てることに対して感謝しないといけません。とはいえ、それらの巨人が世界の存続の脅威になった時、私も彼らを止めなければなりません。
少なくとも彼らの独断の道がセイセイル転する人の世界を傷つけないようにしないと。それに矛盾を感じる必要はない。頑固者たちの独断を止めること、それはもともと若者がこの世に存在する意味だからな。俺はちっぽけな人格のかけらだが、それでもあのジークフリートにある情熱を感じられる。彼は本物の男だ。きっと時間の果てまで少年のような心を忘れないと俺は信じてる。あなたは記憶を取り戻したんですね。お前が聖魂の試練を乗り越え、この辺りの空間をリセットしてくれたからな。俺はいずれ本当の俺に戻る。その時、彼にとってお前との記憶は曖昧な夢になってしまうが。どうしようもないことを悲しむ必要はない。それよりこの分身はもうすぐ消える。歌方のような最後の時間の中で、俺にはお前に対してどうしても果たしたい最後の義務がある。ここは虚数の深部ではあるが、空間と空間が不思議な反応を起こす場所でもあるんだ。俺の力だと向こうの情報を一方的にお前に届けることしかできないが、何があってもこれは俺がお前のために果たすべきことだと思う。これはケビンが一人で背負う地獄であり、本物のジークフリートが最終的に収容される場所だ。彼はずっと聖魂空間の中から逃げようとしたが、彼は正しく覚醒できなくなった。その結果、空間の中で俺のような人格のかけらを落とすことしかできなくなったんだ。そしてケビンは彼を自分のあらゆる罪が凝結する場所に封印することを選択したんだ。セシリア、キアナ、お前たちはなぜ俺に微笑むんだ。俺がお前たちを死なせてしまったのに。いいえ、ジークフリートさん、あなたの娘は生きてます。ここにいます。これは一方的な通信だ。向こうには伝わらないよ、デュランダル。そんなの分かってます。ただ自分にそう教えないと気が済みません。彼に知ってもらいます。彼の人生の中にあった数多くの遺憾、そのうちの一つは運命による誤解に過ぎないということ。それは私がこの立ち位置から唯一彼に与えられる慰めかもしれません。またあの夢を見てしまったようだ。キアナ、名前を受け継いだ妹はお前をがっかりさせてないだろうな。こういう時は聞き手がいると思うことにしよう。
小さい頃の俺は想像もしていなかった。まさかカスラナの地にこれほど深い呪いが隠されてるとは。聖魂による制限、この氷の地獄のような景色だが、何があっても俺は信じたい。俺たちは自分の意志で他人を助け、自分の意志で弱者を守り、自分の意志で文明を救ってると。本音を言うと、もしセシリアたちがまだ生きてるなら、今の俺は何の悔いもなくあらゆる運命を受け入れられるだろう。だがお前たちは本当のカスラナのように去っていった。俺と彼女だけを残して。だから俺はこうして自分を励ますしかなかった。希望がわずかだと知りながら、俺は自分にこう言うんだ。絶対にここを出る。あの子のそばに戻って俺は無事だって伝えないと。それが今の俺があの子に与えられる最大の慰めだ。ハハハ。どうやら俺も。あなたは消えるんですか？そうみたいだ。俺たちにあった関わりもどんどん弱くなっていく。俺は本物の彼のところに戻り、お前ももうすぐ現実の世界に戻るだろう。俺は彼の代わりに何かを決めることはできないが、もしできることなら俺は家族としてお前の進む道を見守りたい。お前の人生が未来でどんな花を咲かせるのか見届けたいんだ。何があっても必ずキアナさんと一緒にあなたを見つけ出します。私たちのお父さん。Thank you.
ランダルです。どうぞ。デュランダル様。リタ、あなたですか？もちろんです、デュランダル様。大丈夫でしたか？何か危険なことでもありましたか？あ、大丈夫です。すみません、心配をかけましたね。いいえ、ご無事で何よりです。では現在の状況を報告してもよろしいでしょうか？ええ、お願いします。約束の律者の力、それはどうやら急いで戻らないといけなくなったようです。それはそうですが、タイミングも大事なのです。シュレーディンガー博士？ええ、久しぶりなのです、ビアンカさん。実は少し前からあなたたちに連絡しようとしていたのですが、リタさんがどうしてもあなたには内緒にしてほしいと言ったなのです。私に教えるとすぐにオットー主教にバレてしまうのではないかと心配だったのかもしれません。やっぱり互いに信頼し合うあなたたちの関係が羨ましいなのです。さて本題に入るなのです。オットーは今危険な約束の力を使っていて、戻るときはタイミングを見極める必要があるなのです。戻る途中であの力に攻撃されるのが心配だからですか？それも一つの理由ですが、もう一つはシュミケシを通して入手した情報によると、テレサ様はある特殊な方法を用いることにより約束、それが神の鍵、制約の十字架の大霊帝閣出力です。テレサさんは律者の力を総裁させるつもりなんですか？その可能性はあります。ですからデュランダル様が戻る途中、その二つの影響を受け危険な状況に陥るかもしれません。ですがこのままここに留まるわけにもいきません。私は恵まれてます。この虚数空間に閉じ込められましたが、そのおかげで新たな力を手に入れ、そして、あ、いえ、何でもありません。とにかくオットー主教に対する質問の続きを聞く、その責任が私にはあります。これは天命の一員としての責任です。それに今回彼は本気でこの世界を否定しようとしているのかもしれませんから。分かっています、デュランダル様。確かにそれは大事です。ですがシュレーディンガー博士の判断も信じてくださいませんか？何せ大主教様に対抗しているという角度から考えると、彼女の立場は私たちよりずっと断固としていると、そう思いませんか？リタの言う通りです。気が焦っていました。いいえ、お気持ちは理解できます。それにこういう状況だからこそ、デュランダル様にしかできないことをお願いしたいと思っております。